よし、それじゃあ空に戻るか。オッケー、大空へ。久しぶりに出会う我がロフトバード、シンクのロフトバード、シンクっていうほど赤くないロフトバード。イエーイ。というわけでまずはいっぱいあるな、いっぱいある、いっぱい後ろの方だな、間違えた。さっき思いっきりリモコン振って、あのリモコン振ったら振り向けるのかと思っちゃう。よくあるタイプだよね、リモコン振ると振り向きってやつ。ま、順番に宝箱ゲット。さあ何があるかな。まず一つ目の島、ここか。ぶつかった。ダフィング下だ。カイビーのエアライドのつもりでずっと下を押そうとしちゃった。下っていうか後ろを。まずここだな。宝箱どこにあるんだろう。あ、タケノコだ。そして真ん中に竹が。あなたは、うん、スカイロフトのアイドルと呼ばれて、アイドルですか、うん、アズカリアのジャック・リーヌの父あいつか、アズカリアの親父さんか。剣の修行を行っている秘密の隠れ家。ちょっとだけ太ってしまったのだ。ちょっとねうん、まあ、竹を切ってスパスパ切ったらいい運動になると。やるやる。なんかあるのかな。うん、何回切れるか。1回10ルピーやってみますか。よし、いくぜ。あ、スタミナがなくなるから下手に縦切りとかはしない方がいいのか。16回、まだまだだよな。30、金はいらない。20回、剣短いとか。長い剣が入ってから剣長くなるの。ちょっとさっきはミスったからな。20ぐらいは行きたい。左右に切りまくった方がいいのかな。22、まあまあこんなもんか。突くとかどうなんだろう。切れないのかな。褒美は、お、蛇の結晶。魔物の悪しき心が結晶化したもの。うん。なんでそんなもの持ってるんだろうね、このアイドルのおっさんは。もしかしてこのおっさんの蛇の結晶。28回。結構手に来るんだよ。切れるし。28いけそうな気がする。さっきは下手にヌンチャクを振ったせいで回転切りがしちゃったけど、ヌンチャクの方は固定して左右に高速で振り続ける。俺の腕大丈夫かな、持つかな。結構きつい。早く振りすぎると戻る時の切りが認識しなかったりする。でもまあ金ももらえるから基本的に無限にできるな。
ここに来た目的はこれじゃない。いや、別にこれが目的でもいいんだけど。宝箱、宝箱。この裏ぐらいか。あった。さあ、何かな。ゴールドルピー、300ルピーとかさ、俺今金マックスだからさ、そりゃねえよ。怖いな。もうルピーはないだろう。ここだな。よっ、何があるかな。まさかの連続ルピー。もうここまで来ると金を使いに行くと負けな気がする。きっと最後の一つは大丈夫という期待を胸に。潜れないのかな、どうにかして。どっかで潜るアイテム手に入るんだろうな。あ、飛び降りろってことか。すると深くまで行けるから、きっと何かアイテムがあるんだよ。行った。ダウジングっていないから、ここでな。オッケー、行け。全然沈まなかった。なんかあるもんね、明らかに。ってことはやっぱまだいけないのか。花がある。切るとどうだ。枯れちゃった。切ないな。あ、ダメージだ。別にダメージはなかったけど。降りる。これダメだ、ゲージ足りないんじゃない。もしかして、いけるか。いけた。あ、正解。よし、トレジャーメダル。持っているとお宝が出やすくなる。はあ、やったね。で、実際この島は他に何があるんだ。爆弾で壊せる場所もある。さて、この中は、ここにもアイテムがあるが、このキューブはまだ開けてない。いや、次はまた遠いな。画面端逆じゃん。まあいいか、行くか。下下、なんかカジノみたいなところか、これ。ん？なんか何かいる。おい、やっほーい、ようこそ兄さん。気になっているかな。ちょっと。イエース、ようこそ聞いてくれました。みんながハッピーになれる遊びを作るんです。遊び場の名前、名付けてルーレット。うん、まだ準備中か。だいたいわかるわ。いや、わからないわ。いや、わかるわ。ルーレット普通ぐらいだもんね。というわけで、当初の目的通り宝を探しに行こう。もうだいぶ近いね。これだな。あるある。
金だけは勘弁。ハートのかけらぐらい。種袋か。お、デクの種10個余分に。あ、これは嬉しい。そして終盤になるとこっちがいけるようになるんだよな。あそこにフックショット当てるような感じだね。というわけで戻るか。というわけで久しぶりのマッチ。きっと何か新しいことができるようになっているだろう。空港が見つかったのか。岸見習い。お母さんのところの家は水辺の近くにあるから。そういえば空港を発見したっていう報告してなかったね。この辺かな。あ、ここにもある。ショップモールの中の宝箱も開くようになってる。テリーのお店。この辺かな。これかな。あ、いた。てかもう帰ってきてんじゃん。安心させてやるも何も。感謝って集めるものなのかな。ああ、なんてお礼を申し上げてよいのやら。これで感謝の気持ちがもらえるんじゃない。で、これを夜、別に夜取りに来る必要はないのか。落ちているんだ、感謝の印って。一緒に遊んでくれたおじさん、会いに行くとびっくりするぞ。そして次はマーケットの中の宝箱だな。マーケットはこの上。上じゃなくてもよかった気がする。新しい商品も入ってるかもしれない。いろいろ入ってるな。金は大量にあるから、まずは盾だね。アイテムだけもらっといて。あれ？光ってたんだけど違うのか？この中のやつじゃないのか？話しかけるのが出てる。新商品。爆弾袋証拠絶対いる。爆弾10個は少なすぎる。5個か。150、全然余裕。ポーチがいっぱい？あ、いっぱいだ。木の盾もういらないか。はーい。お願い。木の盾はもういらないんで預かってくださいと。無料なんだね。どうやって飯食ってるんだろうこの人。ポーチに入れておくだけで、だからもしかしてこれ2個使っちゃうのか。あー厳しいなこれ。全体のが増えるわけじゃないんだ。アイテム欄1個使っちゃうんだ。あ、そういうことか。複数買えるんだ。これ4つしときゃ20個多く持てるとかそういうことか。結構アイテム制限が厳しいな。とりあえずまずは盾修理してと。お願い。オーケー。あ、
別に何修理してるか分かんないけどね。ネジ、ネジ使うとこあったか。さーて盾を改造できるかな。さてと、まずは虫取り網。古代の花とタンブルウィードっていうのがないからダメだ。下、下ってなんだよ。パチンコ闇の勾玉がない。夜旅すると手に入りそうだよね。で爆弾袋を5個入りを10個入りにできる。種袋10個入りを20個入りにできる。鉄の盾、とりあえず全部改造はできない。残念だ。スリー、いことはないな。あ、そういうことか。これ何の薬だろう。無敵、しばらくの間ダメージを軽減できる。微妙に無敵じゃないな。高っ、いらない、いらない。これはリカバーオール。盾、あ、盾を直すのか。ハートも4つ回復する。30ルピー、そんな高くないね。ってことはこれは魔法の薬。まだ完成しない。まあまだ魔法使えないからな。赤いのがハートの薬だよね。これは基本だよね。てか一度勝ったことあるし。横でおっさんが子供をずっとあやかしてる。頑張りゲージが減らなくて、あ、これいいな。ずっと走っとけるじゃん。運勢、ちょっと金払ってやってもらおうか。どうせ次行く道だろうね。はい、どうなる。出たぞ、出たぞよ。行くところは砂。うん、分かってる。電気の受難、電気、鉄とかダメ。鉄のためやめといた方がいい。爆弾袋はいい。うん、意外に役に立つね。鉄の盾はダメなんだ。いやー、占いもするもんだね。とりあえず鉄の盾を預けて木の盾に変える。そして種袋は一旦倉庫に入れといて、ちょっとアイテムに余裕を持たしておこう。でもダンジョンの先でここに入るアイテムが手に入ったりするのかどうかも謎なんだけどな。いけるかな、木の盾の改造。いける、一個しとこうか。木の盾ほんともろいからな。オッケー。問題はこの盾壊れるとどうなるの。なくなっちゃうのかな。でまた普通の木の盾から強化しないといけなくなるのか、それともこの強化した木の盾をまた修理してもらえるのか、ちょっと気になるところ。さらに硬い木の盾とかできるのかな。頑丈、あ、言うほどきつくないね。まあ材料ないけど。よし、買い物も終了。あ、まだテリーの店にも行かないと。あそこだ。宝箱、この辺だよね。ここか、違うか。この上、違う、この後ろ。この
この下か。ここか。この中か。あ、ある。どうやって入るんだろう。切る。爆弾ぐらいしか考える方法がない。この扉を。電点じゃないなら爆弾だろう。いけ。どうだ、開かない。だとするとどうやって入れるんだろう。水がある。何がイベントをこなすといけるのか。あの水のところが怪しい。どっかからここの水につながってるっぽいね。潜るとかできないのかな。振るか。振る。プラスは地図だから違う。1番2番持ち物ヘルプだもんな。これだよね多分。こっから行くんだけど、どうやって行くのかだ。 A を押しても潜れない。振っても潜れない。 B も潜れない。やっぱそういった潜れるアイテムがどこかで手に入ると考えるべきか。一応飛び降りるのも試しておこう。違うだろうな。横飛びして落ちちゃった。飛び降りろ。そしてその勢いで一気に無理です。やっぱそういうアイテムが手に入ると思うね。さあ一通りアイテム回収が終わったから次の地域に行こう。違う。テリーの店に行ってない。テリーの店に。テリーの店どこだ。あった。ここだ。よし。この上か。あった。ずれてる。400ルピーで何が買えるか。大人の財布欲しいよね。これはポーチ300ルピー欲しいね。これハートのかけらか。ハートメダル。命のメダルだからヒットポイントが増えるのか。まあ800ルピー貯めれないけどね、そもそも今の状況だと。でこれが予備の財布ね。300ルピーも多く入る。これで900ルピーになるのか。これもしかしてこれもアイテム袋1個、ポーチ1個使っちゃうんじゃないのかな。そんな気がする。虫メダル。虫のいる場所が現れる。これも欲しいな。1000ルピーとか高すぎ。とりあえず購入するのはこれだね。ポーチプラスルピー袋。しこれで6個だねアイテム。 Thank you。 でこっち。
買う。あ、そっちに入る。よかった。なんというエコな、テリーの家。家、テリーの店。そして一気に貧乏。ここであの400ルピーが欲しかったね。300プラス100。取るタイミングが悪かったよ。これはもしかして動かしておくとショートカットができるようになるんじゃないかな。さて次の地方に行きますか。ギリギリ到着。石板は3つだったみたいだね。キラーン。この巨大なモヤみたいなところにラピュタがきっとあるんだ。南西の空に3番目の雲の穴を確認。新しい大地へ降り立つことができますと。準備はもうした。薬を買うかどうか迷うとこだけどね。基本的にゲームオーバーになると一晩で回復するから気にしなくていいや。そもそも買うお金がない。